埼玉県立近代美術館ではですね、このモーリス・ドニという画家の油彩画を実は2点所蔵してます。でそのうちの1点が、このシャグマユリの聖母子なんですが、これドニが55歳の時に描いた、作品です。でもう1点はですね、本当はこう一緒に並んでお話しできればよかったんですけれども、今回ちょっと、残念ながら展示をされてないんですけれども、1920年に描いた、作品、油彩画の作品、もう1点当館の方で所蔵しています。で、ですね、まずちょっとあんまり難しいことを話す前に、この絵の中に、どんなものが描かれているかということをですね、ちょっと、主要なモチーフを確認していきたいと思ってますけれども、まずこれ描かれている、人物の中央に描かれている女性と、赤ん坊ですけれども、この女性の方はですね、ドニ の2番目の奥さんであるですね、エリザベスという人なんですね。で彼女との間に生まれた、女の子ポーリーヌがこの赤ちゃんの方ですね。でこのポーリーヌはですね、これ生まれた日がもう分かってまして、1925年の2月1日に生まれてますから、この作品は25年に描かれているので、まさにその生まれたその年に描かれた作品ということが言えると思うんですよね。で多分これは夏の風景だと思いますから、これはちょっと推測にしか過ぎませんけれども、大体2月1日に生まれているので、生後6ヶ月ぐらい、半年ぐらいなんじゃないかと思うんですよね。でちなみにこの、ポーリーヌのことをですね、画家のドニは、ラポールというふうにあだ名で呼んでいたようなんですね。で実はそのドニはですね、最初の最愛の奥さんマルトという人なんです。その人をですね、1919年に病気で亡くしてるんですよね。でそれはドニにとってですね、非常にこう悲しい出来事だったんですね。というのはドニはですね、敬虔なカソリックな信者で、カソリックの信者でですね、家族との生活というのをですね、非常にこう大切にする人だったんですよ。ですから最初の奥さんのマルトとの間にですね、実は、7人の子さんがいたんですよね。でただドニにとってやっぱり生活の上でも、精神的にもですね、やっぱり家庭を支えるその女性の存在っていうのはですね、多分不可欠だったんだと思うんですけれども、マルトが亡くなって数年後のその1922年にこのエリザベスという女性と再婚したわけです。でこのエリザベスは何をやってたかというとですね、実は3番目の娘さんの音楽の教師、家庭教師のようなことをやっていた女性だったんですよね。でこのエリザベスとの間にですね、さらに2人の子供を授かるんです。でここに描かれているポーリーヌはそのエリザベスとの間の2番目の子お子さんなんですよね。で整理すると非常にこれややこしいんですけれども、幼い時にこう亡くなった子供もいるんですけれども、2人の奥さんの間にですね、ドニは全部で9人の子供がいたことになるんですよね。すごいですよね。これ大ファミリーと大家族なんですよね。でこのポーリーヌは、その中で一番最後のお子さん、まさにその末っ子だったってことで言えると思うんですよ。でこの妻の、エリザベスがどんな女性であったかについてですね、ドニがちょっと日記に記しているんですが、これこんな風に書いてるんですよね。ちょっと言いますけど、晴れやかな楽観主義とユーモアがあり、独自の知性がある女性。それでですね、あとこんな風に書いてある。途方に暮れている家族、途方に暮れている家族というのは、最初の奥さんが亡くなったことを言ってると思うんですけど、途方に暮れている家族に秩序と平静、そして喜びを与えてくれる女性、こういうふうにドニは捉えていたようなんですよね。ですからここのまさに描かれた顔の表情にはですね、エリザベスに対するそんな印象が投影されているんじゃないかというふうにですね、推測してるんじゃないかと思うんですよね。でこの作品だけではないんですけれども、ドニはですね、愛する家族とか子供たちを頻繁に描いていて、絵画の題材にしています。で次にこの描かれている今度場所についてですね、ちょっとお話をしていきたいんですけど、なんとなくこうちょっとエキゾチックな感じがするかと思うんですけれども、
これはですね、フランスのブルターニュ半島北部のですね、ペロスギレックという場所なんですね。でちょっと地図を今日は小さいですけれども持ってきましたが、これあのフランスの地図ですけれども、パリがここですね、青く囲ったところで、ここにあのブルターニュ半島があって、ペロスギレックはこの半島の北側にあるあの場所なんですね。でちょうど、まあ、あのよく有名にあのゴーギャンとの関係で、言われるポンタベンっていうのはですね、そのこの半島の南側に位置する場所ですね。でここが、まあ、ペロスギレックという、で大体この、パリからですねペロスギレックまでですね、さっきちょっとあの地図でざっくり測ったんですけれども、500キロぐらいですかね。ですから、4、500キロなんで、東京から言うと多分京都とかですね、そのぐらいの距離になるんじゃないかと思うんですよ。でドニはですね、この、ペロスギレックの美しい海辺にですね、1908年に別荘を購入するんですね。でそこに家族で頻繁に訪れてですね、過ごすようになるんですね。でこの場所がその海の、傍らということはですね、ちょっと見落としがちなんですが、画面の上の方にこれ水平線と海が見えるんです。ですから非常に海が近いということがですね、ここからも、読み取れるんじゃないかと思うんですね。でドニがですね、この別荘を、まあ、手に入れたことはですね、まあ、彼の生活にとっても絵画の制作にとっても非常に大きな意味を持ったようで、購入当時 やはり、ちょうどその1908年の日記にですね、その別荘を買ったことをこう書き記しています。ちょっと読んでいますけれども、驚くことにこの家は、私の子供と絵画、浜辺とアトリエという私の生活にぴったりと適していると。でそして森、その上孤独があり、美しい夕日、9月の金色の輝く日々、比類なき眺めのあるこの魅力ある家を心から嬉しく思う、とこんなふうに記しています。で実際にあのこの別荘地を舞台にですね、ドニはかなりの数の、絵画を制作しています。でこの作品もその中の一点ということが言えると思うんですね。この、ブルターニュ半島 そのペルスギレックという場所はですね、実はその景勝地としてですね知られていて、19世紀の後半以降ですね、フランスでその観光とかですねレジャーが盛んになって、こう鉄道がだんだん発達するにつれてですね、避暑地とかリゾート地としてですね、この場所も人気が出てくる地域になるんですね。で夏は、海水浴もできる場所でですね、この場所をまあ紹介する絵はがきですね、でそういったものも登場するようになるんですね。ですからドニはまさにそういった場所に別荘を買ったということが言えると思うんですね。で特にその、ペロスギレックという場所はですね、コートグラニローズと呼ばれるですね、ちょっとくすんだバラ色の、花崗岩がですね海岸にこう広がる場所として知られているんですけれども、でまあ、その花崗岩に光が当たるとすごくこう綺麗に見えるようなんですね。で私はちょっと行ったことはないんですけれども、インターネットなんかで調べてもですね、観光地の写真としてそのバラ色の花崗岩の写真というのはかなりたくさん出てますから、ご興味ある方はですね、あとでちょっとネットで検索してみるといいんじゃないかと思うんですけれども、でこれはちょっとね推測にしか過ぎないんですけれども、前からこの地面の色がなんか変な色だなっていうのを、ちょっと茶色ではなくてちょっとピンクがかってるんですよね。でおそらくひょっとしたらこの絵画の地面の色はですね、その土地特有のその、バラ色の岩とですね関係があるのかもしれないですね。でこういうふうに見ていくとですね、この描かれていると、この描かれた場所との関係を見ていくと、この絵画というのがですね、まあ、当時 そのフランスでこう流星し始めたですね、その観光とかリゾートとかですね、そういう時代背景をこの絵画からですね読み取るということもですねできると思うんですよね。それからもう一つ、これはタイトルにもなってますけれども、
モチーフの中で説明しておきたいのがですね、シュグマユリというですね、シャグマユリですね、シャグマユリですけれども、ご存知の方もいるかと思いますが、このなんていうんですね、赤いこう花をつけているちょっとエキゾチックな植物ですね。この辺とあと後ろの方にもこう登場しているのが分かると思うんですけれども、でこの花のこともちょっと私知らなかったので調べたんですけれども、原産はですね、南アフリカの高地らしいんですけれども、ともとだから高地で、にあった植物なので、あの比較的その、耐寒性、寒さにある程度強いらしいんですよね。ですから多分ヨーロッパでも、まあ、育つわけだと思うんですね。で日本にも明治以降、輸入されてですね、割と今、園芸店だとかですね、とこでも、販売されたりもしてるんじゃないかと思うんですけれども、花はですね、大体6月から9月に咲くということなんですよね。で、これドニ の, あの遺族が記しているんですけれども、このシャグマユリがですね、ドニの別荘の周辺にですね、かなりこうあちこちこう群生してたらしいんですよね。ですから、このドニはその自分の別荘の中でも比較的こう、たくさんこうあるですね、花、だから珍しい花を描いたというよりもですね、比較的その群生している花をですね、モチーフにして、この作品を、制作しているということが分かると思うんですね。で、そのもう一方でですね、もうちょっとその造形的なところから言うと、絵画のその色彩の表現の観点から言うとですね、やはりこのシャグマユリの、赤がですね、非常にその画面の中でもですね、アクセントになってるっていうことが分かると思うんです。もしここから赤い色を取ってしまったら、この絵っていうのはもうちょっとこう、なんというか単調なものになったと思うんですよね。ですからその色彩的な要素としても、この花の色というのはですね、重要な要素になっているんじゃないかと思います。ですね、じゃあ次にちょっとじゃあ、絵から離れますけど、モーリス・ジャドニーっていう人はどういう人だったかっていうことをですね、ちょっと簡単に、時間もないので簡単にちょっと振り返りたいんですけれども、まずドニは1870年に生まれているんですけど、非常にですね早熟な画家として知られてるんですよね。で10代半ばでですね、もうルーブル美術館に行って、イタリアの15世紀の画家で有名なフラ・アンジェリコという人の宗教的な絵画なんかに非常に強い関心を持ったりもしています。でその後ですね、17歳、1888年ですね、にアカデミー・ジュリアンというですね画塾があるんですが、でそこに通うようになって、当時のですね、割と最先端の美術動向、つまりあの印象派より以降のことですね、印象派以降の絵画動向にですね、こうだんだん興味を持つようになるんですね。でその、同じ画塾にいた仲間とですね、ナビ派というグループを結成します。よくあのこれ美術史に出てきますけど、ナビ派という、でちなみにナビ派のナビというのはですね、ヘブライ語なんですけれども、預言者っていう意味なんですね。 でこのグループにはあのセルジエとかボナールとか、バイアールとかバロットンとかですね、まあ、そういう画家が関わってた。でこのナビ派はですね、まあ、皆さんご存知のゴーギャン の制作なんかで非常にこう強い影響を、受けたグループでですね、単純化された、平面的な色面とこう細部にとらわれないですね、大胆なこうデフォルメ、を伴った非常に装飾的な画面構成をしながらですね、でまた同時代の象徴主義の関係者なんかとも関わってですね、非常にその幻想的で、神秘的な世界をあの描いたことで知られている作家たちなんですね。であともう一つナビ派との関連で重要なのがですね、ナビ派の画家たちは日本のですね浮世絵版画なんかにも強い関心を寄せていったんですね。でどにも、日本の美術から、様々な影響をが受けているということがですね、たびたび指摘されています。で具体的な例で言うとですね、これもよく触れられる点なんか、1890年にパリの美術学校で日本の浮世絵をです、ね、大量に紹介するですね展覧会が開催されているんですね。これいろんな画家に影響を与えてますけれども、非常に大規模な日本の
絵画展を開催されるんですが、どうにもそういった展覧会からですね、非常に刺激を受けたというふうに言われています。でこうしてそのナビ派はですね、その自然を何て言うんでしょうね、こう忠実に再現的にですね、写実的に描くのとも違う、さらに印象派なんかがこう持ってた画風のこう色彩を細かくこう分割してですね、描く画風、例えば後ろにピサロがありますが、典型的な、ちょっと典型的には近いタイプだと思うんですけど、そういったものとも異なるですね、こう画風を打ち出して1890年代にですね、非常に重要な役割を果たしたグループだったんですね。でドニーはですね、そのグループの中で一番最年少だったんですけれども、実はその重要なその理論家として、活躍もしていくんですね。でドニーはですね、非常に頭がいい、秀才だったみたいなんですよ。10代の時から、いろんな文章を書いたりとかですね、ものを読んだりすることが非常に得意だった人らしいんですけれども、で特にですね、有名なのがまだ20歳の時にですね、ドニーが1890年ですけれども、芸術と批評というですね、雑誌にですね、その後のその20世紀の絵画の動向をですね、予見するような一節をですね、記しているのがよく知られているんですけれども、ドニーはその時にですね、絵画の根底にある問題についてですね、次のように言ってます。ちょっと読んでみますけれども、絵画は群馬って馬ですね、軍隊に群馬とか、ラフとか、あるいは何らかの逸話である前に一定の秩序のもとに配置された色彩によって覆われた平らな面である、でこういうことを言ってるんですね。でつまりその絵画というのは描かれているモチーフとか内容とか物語があるという以前に、絵画は色彩で覆われて色彩で構成された平面であるということを語ってるわけですね。でこれは戦後の絵画なんかがですね、重視していくような、絵画の造形性だとか、自立性だとか、形式性についてですね、非常にその早い段階で言及をしたものとして、よく取り上げるドニーの言葉なんですね。でこういうふうにそのドニーは20代前半にですね、一旦非常にこう先鋭的な動向に関わるんですけれども、ほどなくしてですね、もう1890年代後半ぐらいからですね、徐々に本人がもともと興味があった古典主義的な絵画だとか宗教的な絵画へとですね、興味の対象をですね、徐々にこう移行していくんですね。で次第にその過激なこうデフォルメだとか、大胆な平面的な描写からはですね、離れていくんですね。でそして、この作品もそうなんですけど、描く対象も自分たちの家族だとか、割と日常的な光景みたいなのが主流になっていくわけなんですね。簡単に言うと、多分ドニーはその過激さみたいなものを抑えてですね、より穏健な表現に向かっていったと言えるかもしれないんですと思うんですけど、もともとおそらくそのドニーはですね、ラジカルな方向にこう突き進んでいくタイプの画家ではなかったんじゃないかというふうに思うんですよね。でこういったそのドニーの、パーソナリティというか、人柄についてですね、実はドニーに指示がしたことがあるですね、矢部友栄というですね、日本人の画家がいるんですが、その矢部友栄がですね、ドニーのその人柄についてですね、興味深いこう記述を残してるんですよね。で矢部友栄はその1920年にパリの画塾でですね、ドニー非常に短い期間なんですけれども、絵画を教わっていて、でその時の印象をですね、こんなふうに言ってるんですよ。あまりに紳士的で、でおそらく日本であったらですね、何々会社の顧問といったような感じでということが書いたりしてるんですね。でなんとなしに物足らない気分を覚えるのでしたっていうふうに書いてるんですよね。で実は矢部友栄はですね、2階の日本におけるキュビズムっていう展覧会でキュビズム風の作品が今展示されていますから、ご興味ある方はぜひそれ見ていただきたいと思うんですけれども、おそらくその矢部友栄にとってですね、その1920年頃に出会ったドニーはですね、雑誌などを通じて想像していたラジカルな画家というより、もっとこう理知的で紳士的で落ち着きがあって、
いい意味でも悪い意味でもそのバランスの取れた人物にこう見えたんじゃないかと思うんですよね。でそういうあの ことをですね、矢部友成はですね、ちょっと記してる非常に興味深いエピソードだと思います。そしたら今度ですね、もう一度この作品の方に戻っていきまして、ちょっとこの作品のいくつかの特徴みたいなものをですね、ちょっと指摘してみたいなと思うんですけれども、まあ、この作品は1925年に描かれているので、まあ、ドリガーのナビ派の時代、要するに若い頃の先鋭的な表現っていうのは、影は潜めていますけれども、まあ、この画家がまあ根底にこう持っているですね、海外の関心事っていうのをいくつか読み取れるような気がするんですよね。で一つは、装飾的でこう平面的な表現への関心というふうに言えると思うんですけれども、でもちろんこの人物の顔などを見ると、陰影をつけて、立体感を保って、まあ、写実的に描いていて、まあ、登場人物のこうなんていうの実存感みたいなものは表現しているのは分かるんですけれども、その一方でちょっと視線をですね、縦長の画面の左右にちょっと映していただくと、こう草木がこう配置されているのが分かると思うんですが、ここはもう植物が生い茂っていてですね、要するに空間の、絵画の奥行きみたいなのがこう消し去られているような感じで平面的に処理されているということが見て取れると思うんですね。でこういうものはおそらく日本のそのジャポニズムとか日本の版画なんとも関連の指摘ができるんじゃないかと思うんですけれども、非常にその画面の左右に関しては、装飾的にかつ画面をこう平面的にこう描いているということが分かると思うんですね。あと、葉っぱとかですね、あるいは花なんかがこう連なっていく部分はですね、非常にそのリズミカルなそのリズムを感じたりだとか、でもう一つ特徴的なのはシャグマユリのこの赤の、色がですね、エリザベスのこの洋服の赤にですねリフレインしていくような感じで、そこにやはりその独特な装飾的なリズムっていうのがですね読み取れるんじゃないかと思うんですよね。でこういった部分にやはり装飾性だとか平面性の平面的な表現に対するですね、まあ、ドリの初期からのこう持続的な関心というのを読み取ることができるんじゃないかと思います。でもう一つこの作品の特徴としてですね、挙げてみたいのがですね、独特なこの空間の構成の仕方にあるんじゃないかと思うんですね。でそれはまあ端的に言うと複数のこう視点みたいなものを巧みにこう混在させていくような空間の構成の仕方じゃないかと思うんですね。で例えばですね、まずですね、俯瞰的なこう視点でですね、個々の植物をこう上に積み上げるような形で描いてますよね。でその辺はまあこの遠赤みたいなの見ても分かると思うんですけど、これを俯瞰的に上にこう積み上げるような形で描いてるわけですよね。でその一方ですね、あの背景にあるこの水平線はですね、それとは全く違 う, こう視覚あの視線だと思うんですよね。でそういうふうにこうあの視線の角度が全然違うものを組み合わせてると。でそれからあのもう一つ指摘するとですね、人物は、割と照明性を保つ視点で描かれてると思うんですね。にもかかわらずやはりその植物への視線っていうのは非常に俯瞰的なものなんで、全く同じあの同一のパースペクティブで描かれてるってわけではないと思うんですね。不思議なこう視線の組み合わせというか、まあ、ねじれたような視線の組み合わせみたいのが、読み取れると思うんですね。ですからつまりその画面 の, その個々のモチーフの配置だとか、あるいはその装飾的な構成を、まあ、優先させるためにですね、意図的にその複数の視点やパースペクティブというものを組み合わせてるってことが言えると思うんですよね。でもう一つこの空間構成で、面白いのはですね、近景中景その遠景の関係なんですよね。でこれに目を向けてみても非常に面白いことを読み取れるんじゃないかと思うんですけれども、まずあの植物とか人物などですね、近景にできるだけモチーフを集中させているということが分かると思うんですね。で中景以降は全くないわけではないですけれども、できるだけ多くのものを省略してしまっていますね。でその代わり海だけはですね、円形や空間の広がりを感覚を残すためにこうしっかり上に描かれているわけですよね。
ですから あえて言うと、その近景に描かれたモチーフと、遠くの海でですね、この画面の、とか空間の広がりをこう暗示させるようなですね、そういうまあ空間の構成、むしろその中景を非常に省略的に描いているというですね、これも興味深いこの空間構成だと思うんですね。でこれに関しても今日はちょっと時間がないから、お話できないんですけれども、おそらくその日本の浮世絵 の表現だとかですね、日本の絵画との指摘っていうのがですねできるんじゃないかというふうに思います。で最後にもう一つこの、絵画の特徴としてですね指摘しておきたいのは、主題や内容にちょっと関わることなんですけれども、この作品はドニ自身が、愛すべきその家族とですね、別荘地というですね、どちらかというと世俗的なものを主題にしているんですけれども、同時にまあこれ題名からも分かりますけれども、これは聖母子という宗教的な題材にも通じているんですよね。でドニは最初にちょっと触れましたけれども、終生その敬虔なカトリックな教徒であって、作品の中に宗教的なものとか神秘的なものな感覚をですね取り込もうとした画家でもあったんですね。でただその単にその過去の宗教的な物語をですね描くことはあまりやらないで、むしろその日常的な場面、あるいはその現実的な出来事にその宗教的な感覚がですねオーバーラップして、両者が交錯してですね、こう分離できないような世界、そういうものを抽出して描こうとした画家だと言えると思うんですよね。でつまりその現実的なものと、宗教的なもの、あるいはその世俗的なものと、神秘的なもの、それからその地上のものと天上のもの、それから目に見えるものと目に見えないもの、でさらにその瞬間的な時間とこう永遠の時間、でそういったものをドニはこう融合してですね、こう不可分に混ざり合った世界をで浮かび上がらせて絵画として描こうとしたっていうんじゃないかと思うんですね。でそういうことから言うとですね、ドニの絵画というのはその神とかその神秘っていうものはですね、決して目に見えることはできないんですけれども、そういったものはさまざまな日常の場面にですねこう降臨して降りてきてですね、いろんなところに宿っているんだっていう考え方をドリの作品からですね読み取ることもできるんじゃないかと思うんですよね。で特にその母とこの場面、この日常の場面っていうのはやっぱり聖母子を連想させるということもあって、ドリにとって非常にこれ重要な画題だったんですよね。でそれはドリがですねこの作品以外でもですね母とこの場面を数多く描いていることからもですね分かるんじゃないかと思うんですね。でこういうふうに考えていくとですね、この子供と母親のですね一瞬のこう表情で、そしてこの2人の視線がですねこちら側向いてるじゃないですか。でそれはおそらく画面のこちら側にですね父親の画家ドニがいるんじゃないかというふうに想定できると思うんですよね。その家族の3人の一瞬のまあ現実の意識のつながりのようなものを宗教的な感覚を添えた絵画としてこう永遠の時間の中にこう昇華していきたいと、そういう画家の願望がですね現れたような作品に私はちょっとこれは